おはようございます。ですね、マーケック通訳さ、1月15日朝6時15分です。昨日の問題は大きくなればなるほど、小さくなるっていうのは福です。そういう答え福です。今日の問題はね、恋でも恋でも同じとこを行ったり来たりするものって何でしょう。それは次の枠でやります。じゃあね、バイバイ。じゃあラジオ体操は後でやるんで、はい。ということで、ありがとうございました。今日は、ね、CT やって終わりなんで、手術なんで、今日じゃないけどね、やります。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、今日も一日、週の初め、1週間頑張ってください。ありがとうございます。はい、そしたらいきます。じゃん、あっち見てです。最初はグー、じゃんけん、あいこ。あっち見て、あっち見て、あっち見て、ほい。上です。しゃ、またね。はい、北海道弁で。したっけです。そうです。ここ、場所を変えて、ほら。玄関です。これ、搬送です。寒いです。じゃあね。またね。じゃあね。